あのね、松葉ねねでちょっと注目してほしいのが、最後のラスサビあたり、あの一人ずつ目を合わせてるんですよ。気づいた人 いる？あのテーテーあれ祭り案なんですよ。これはもう目合わせたら、これはオタクが喜ぶもうまあ私利私欲みたいな、こういうの見せられたら祭りが推しを見てる時にそんなんやられたら死ぬなって思いながら、そうそうそうやろうって言ったら、あのスバネネもめっちゃいいじゃんって言って、じゃあやろうってなって、あのやりました。まずネネチさ、すごいぴょんぴょこしててめっちゃ可愛いなって思うし、スバルもぴょんぴょこしてて可愛いなって思うんだけど、ネネチめっちゃずっと不安そうだったマジで、あのレッスンの時からそのリハの時まですごい不安そうだったネネチはね。なんだったらあの MC の時もなんか不安そうだったじゃんずっと不安そうだったの。ダンス、あーみたいな、間違えないかなねねって言ってて皆さんで、ね、見てくれましたか、スバネネ祭りの3人コンビ。もうあの振りめっちゃ可愛くない？もうね、もう大好きスバル。あれ元気っ子コンビでした。いやあれ練習の時もね、結構ねスバルめっちゃテンション上がってて、なんかこれめっちゃ可愛いみたいな、これすごい楽しいダンスだって言ってね、えなんか祭り先輩もめっちゃなんか元気にやってて、でねねちがめっちゃ緊張してるみたいな、本番じゃないのにまだねねち大丈夫かねねちみたいな。でもなんかね本番ね、なんかすごい良かった。スバルもさ、そんなさずっと見てられないけど、ねねち大丈夫かなみたいな、可愛がられてたでもなんか終わってさ、帰ってきてさ、ねえアーカイブ見てさ、いやねねちめっちゃええやん、よかったやんみたいな、練習生きてるやんみたいな。そうねねちなんか真ん中に行くとね緊張しちゃうんだって。でなんかええって言ってくる。でもそれもね、なんかね松井先輩とね、大丈夫だよねねちみたいな言いながらやってたんだけど、個人的にやっぱりね、ねねちの腕にねくくりつけられてる根っこがね、結構あのダンスさ動くからさ、チラチラ視界に腕にくくりつけられてる根っこがね、なんかねいつも引っこ抜けないからな、あれ心配だって。なんか根っこ大丈夫かなって、スバルもスバトも頭に乗せようかな次から